すする TV。 すする改造計画が始まって約50日、ジムフィールボディのトレーナーこうちゃんの協力のもと、食事制限や週 2,3 回のジムトレーニングで着実に肉体改造されてきたすする。果たして今回は、はい、というわけで10日に一度の体重測定をやっていきたいと思います。じゃあお願いします。はい、じゃあ今日も体重測定お願いします。なんて言ったんですか今。体重測定って言いましょうか。体重測定いきましょうか。はい、よし、持ってからやめてくださいよ。読み込み中です。お、え、やばいっすよ。え、どっちのやばい、それ怖いな。いやいやいや、え、おー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 おお、やったぜ。うわ、すごいじゃないですか。マジか。はい、オッケーです、置いてください。いや、どうでしたか。いや、めっちゃ嬉しいですね。思ったより減ってました。はい、最近ちょっと減ってないかな、最近っていうのがあったんですけど、しっかり減っててよかったです、マジで。なんか気をつけたことありますか。あ、もう夜は本当に食べてないですね、最近は。ダメ以外の食事を気をつけて、はい、トレーニングも欠かさず週に来てましたもんね、ちゃんと。そうですね、うん、そこはぶらさずできたんで。こんな感じで最近も徐々に減りつつはあったんですけど、こんな一気にガクッと下がるとはっていう感じですね、うん、もうトレーニング内容もめちゃくちゃ変えてます今ですね。結構きついっすよね、うん、そうですね、スル君がもう喋れなくなるぐらいの感じで今やってますでもそれができる体になってきたっていうことなんで、体はめっちゃ動くようになったんだ、本当に。まあ徐々に追い込んでいけばこういう風になれるっていうことですね。俺だって始めた時から、うん、体重も脂肪量も、うん、すごい減ってますよね。そうですね、4キロぐらいの脂肪が減ってるってことだから、すごいっすね、これ。すごいよね、ラーメン食べてもいけるね。いけるということが判明しましたね、これ。あとトレーニングもなんか途中でもう無理とかじゃなくて、きついけど最後まで言われたメニューをやりきるっていうのをね、毎回やってるから。10回やった後に、うん、あと3回みたいなってくるじゃないですか。トレーニングってね、あの回数はあくまで目安なんですよ。狙った部位をいかに追い込めるかなんで。なるほど、ええ、回数に縛られるトレーニングをしない方がいいですね。まあ、メンタルもすごい鍛えられてる感じしますね。そういうトレーニングしてると。で、今は目標は76いったかも、そうしたら。そうなんですよ、うん、もう今月の目標はもう達成しちゃったんですよ。達成しましたよね。あの、これを76キロ台を維持すれば、まあクリア。そうですね、12月の5日かですね、5日時点で最低限76はいってるような状態。なるほど。そこから増えてない状態にしておいて、はい、でそこから次の目標いくっていう感じですね。うん、なんなら76切る可能性もあるんですよ。ああ、全然あります。うわ、それぐらいの気持ちでいた方がいいです。確かに、まあ、ラーメンはもうどんどん食べていいと思うんですよ。もうそんな気がしてきましたね、うん、なんかもうラーメン食べるときはダイエットとか忘れて、思いっきりそこにもう思いっきり集中してください、味に。です、ね、やっぱ生き抜きないと頑張れないじゃんですね。うん、ラーメンは今後も楽しんでください。はい、っていう感じですかね。はい、うん、ありがとうございます。はい、ほんとラスト1ヶ月ぐらいですけど、あと、いや、そうですね、はい、最後気持ちよく終われるようにね。はい、頑張ります。はい、頑張ります。毎回やってるこれ本当に。お